みんな、アソブームの時間だよ。今日は粘土でベルちゃんの大好きなクモさんを作ってみるよ。上手に作れるといいな。まずは茶色の粘土をこね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 して、小さいの2つ、大きいの1つ、これを丸めていきます。小さいのもコロ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 丸めていくよ。丸めたらお耳をつけて、クマさんのお顔の出来上がり。このお顔にお目目と口をつけたら、クマさんの出来上がり。かわいいクマさんができたよ。このクマさんとメルちゃんお話ししたいな。あ、そうだ、クマさんの帽子をかぶれば粘土のクマさんとお話しできるかも。クマさん、こんにちは。こんにちは、メルちゃん。メルちゃん、一生懸命作ってくれてありがとう。わあ、クマさんとお話できた。嬉しい。メルちゃんがいつも一生懸命遊んでくれるからだよ。一生懸命遊んでるとおしゃべりできるようになるの？そうだよ。一生懸命遊んで、片付けもしっかりするとおしゃべりできるようになるからね。はい、これからも粘土で一生懸命遊んで、お片付けもしっかりします。うん、そうしてね。みんなも粘土で遊んで、お片付けしっかりして、大切に使ってね。はい、クマさん、わかりました。あれれ、帽子を脱ぐと元の粘土のクマさんに戻っちゃった。またクマさんとお話ししたいから、粘土を大切にしながら楽しく遊ぼうっと。しっかり遊んだ後はお片付けもしようね。アソブームの動画は面白かったかな？携帯電話で動画を見ている人は、ここのチャンネル登録というボタンをポチッと押してみてね。みんなのお気に入りの動画がきっと見つかると思うから、ぜひチャンネル登録ボタンを押して、アソブームの動画を毎日見てみてね。